製造当初のベリンツオーナメソッコ電気鉄道ブス42号機の工場完成写真1907年ベリンツオーナ駅に停車する451号機が牽引する混合列車レーティッシュ鉄道塗装1970年頃ソワッツァ駅に侵入する451号機が牽引する列車レーティッシュ鉄道塗装1970年頃レーティッシュ鉄道油4 4.451から455系電車は、スイス最大の私鉄であるレーティッシュ鉄道の路線であったベリンツオーナメソッコ線の山岳鉄道用電車である。レーティッシュ鉄道の一路線であったベリンツオーナメソッコ線は1907年にベリンツオーナメソッコ電気鉄道として開業したもので、あるが、本機は、 開業時に家4501系荷物電車と共にブス4、型1から3号機として3両が、その後1909年に4、5号機として2両の、計5両が用意された電車で、車体部分は、当時のオーストリア・ハンガリー帝国プラハにあった、リング・オファース・スマイカオが製造を担当し、電気部分は、リトル、主電動機は、ムフォが製造を担当しており、 価格は一両六万二千四百スイスフランであった。抵抗制御により一時間定格出力百四十七キロワットもしくは二百九十四キロワットを発揮する汎用機で機関車を持たなかったベリンツオーナメソッコ線で貨物列車の牽引にも使用されていた。本機はその後昇号改正によりブス4、四一から五号機となっていたが九百四十二年に ベリンツオーナメソッコ電気鉄道が、レーティッシュ鉄道と合併したためブス4、4451から455号機となり、その後1945年以降に、荷物室を追加して、ブクフ4、4451から455号機、その後の称号改正により、アブフ4、4型を経て、最終的には、アブダ4、4型となっている。基盤と製造年。 レーティッシュ鉄道の基盤は、下記の通りである。メソコ駅に停車する453号機が、牽引する列車など、1970年頃、ありがとうございます。